リナックスミントはリナックスディストリビューションの一つである。洗練され、最新で快適なリナックスデスクトップを提供することを目標としている。ウブンツやデビアンを母体にしており、それぞれのリポジトリを共有している。リナックスミントは2006年にフランス出身でアイルランド在住のクレマンル・フェーブルにより設立された。リナックスミントは簡素であることよりも、 多くのソフトウェアと最新の技術を使用することにより、誰にでも使いやすい Linux システムを提供することに焦点を当てている。デスクトップ環境は GNOME3 から派生した c i n a m o n GNOME2 から派生した Mate、他に Zufus を採用する。どちらも Windows によく似たデザインを持っているが、Synamon の動作には、 GNOME3 の要件に従い、3D アクセラレータが必須となる。2010年7月2日に、制作側は公式ブログにてデビアンをベースとした、Linux Mint をテストしていることを明らかにした。これを、ルーメガと称していくつかの評価版をリリースした後、2015年4月に、ルーメガに、b e t ィ y を安定版としてリリースした。 リ n ックスミントには同梱されるコンポーネントや標準デスクトップ環境によるいくつかのエディションがある。各エディションは起動時にインストール不要なライブ DVD として動作する。かつてノーコーデックスと示されている DVD イメージ以外は Adobe Flash や Windows Media などのプロプライエタリなコーデックや DVD ビデオの CSS を複合化するリベドブドックスなどの DRM 関連のソフトウェアが収録されていた。ノーコーデックス表記のないバージョン17件以前のインストールイメージの日本を含むいくつかの国での配布は知的財産権に関連する複数の法律に抵触する恐れがあるので注意が必要である。かつては国内の複数のミラーサーバーが リナックスミントを提供していたが、これを理由に2012年3月1日に、ジャイストのサーバーが一旦提供を中止したのを皮切りに、すべてのミラーサーバーがリナックスミントの提供を中止していた。しかし2013年5月から、ジャイストはリベドブドックスなどを含んでいないノーコーデックス版のイメージに限って提供を再開した。この時から、 リナックスミント及びルーメガのパッケージのミラーも日本国内で唯一再開している。2016年5月にリリースされたリ n ックスミント18よりコーデックを含まない ISO のみが配布されることとなり、これに伴って OEM 版及びノーコーデックス版は廃止された。なお、コーデックはメニュー等から選択することでインストールが可能となっている。 Linux Mint はユーザーの利便性を向上させるために Mint ソフトウェア群 Mint ツールズを含んでいる。これらは Python および Shell Script で開発されている。Linux Mint は一定のリリースサイクルに従わない。リリースは順々に計画される。まず、プロジェクトは次のリリースのために目標を定める。通常、すべての目標が達成されたときに、 RC 版がリリースされ、問題がなければその後安定版がリリースされる。従来の Ubuntu ベースを離れ、さらなる軽量化を目的とした Linux Mint d e b i a n Edition の試験的なリリースもされている。ライブ DVD の ISO ファイルをダウンロードして導入可能である。同一バージョンの Ubuntu からアップデートすることも可能。基本的に Linux Mint は、 Ubuntu にパッケージなどを追加したディストリビューションなので、Ubuntu に LinuxMint、カノニカルパートナーのレポジトリを追加して、LinuxMint 関係のソフトウェアを導入して、デスクトップ環境の設定を修正すると、LinuxMint になる。現在、アップストリームの Ubuntu Japanese チームのリポジトリを、そのままモチーだけで、日本語環境を使用することが可能である。 Linux Mint は Ubuntu をベースとしており、Ubuntu のソフトウェアリーポジトリを使用することから、ほとんどのパッケージは両ディストリビューションで同じであり、二つのシステムはほとんど同じように振る舞う。例えば、Linux Mint 16ペトラは Ubuntu13.10、ソーシーサラマンダーのパッケージプールを使用する。Linux Mint 17以降は、 Ubuntu の LTS 版のみをベースとする方針に転換した。その間はベースとなる Ubuntu のバージョンは維持しつつデスクトップや各種ソフトウェアを更新したマイナーバージョンをリリースとすることとした。これらは17.1、17.2、17.3のように小数位を加えたバージョン番号としている。最も大きな違いはそのデスクトップにある。 Ubuntu と Linux Mint はどちらも使いやすさにフォーカスしているが、Linux Mint は独自のテーマを提供し、Mint Tools と呼ばれる独自のアプリケーションを搭載している。詳細は Mint Tools に譲るが、例えば Mint Desktop は Mate よび Zufus それぞれのデスクトップの設定、Windows Work Group および近くのネットワークの自動ブラウズを行うツールである。 戦術の通り Linux Mint は Ubuntu を元にしているため Linux Mint より非常に大きなコミュニティを持つ Ubuntu のヘルプやアドバイスは多くの場合で Linux Mint にも同じように適用できる他の多くの Linux Distribution と同様に Linux Mint にも異なるテストバージョンあるいはブランチが存在する最新の機能または Linux Mint の 不安定ブランチを含むブランチは、ロメオと呼ばれ、Linux Mint リリースにおいて、デフォルトで有効になることはない。最先端の機能を求めるユーザーや、新パッケージのテストを手助けしたいユーザーがロメオを APT ソースに追加できる。ロメオはそれ自身が、ブランチではなく、他のリポジトリを置き換えるわけではない。新しいパッケージは開発者及びテスターによってテスト。 されるロメオで最初にリリースされる。後にそのパッケージが十分な安定性があると判断されると最新の安定版リリースにバックポートされる。ありがとうございます。